もう一回やったらちょっと引っ張り、あ、出た出た出た、うわ言えた出た。ごきげんよう、奥山文也です。今日は川口港に来ています。川口港、おかっぱりもレンタルボートもあるんですが、唯一バスボートに乗れるという素晴らしい環境にありますので、今日はバスプロのガイドと一緒に釣りをしてみたいと思います。はい、ガイドはですね、天野裕太さんです。天野裕太です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は湖も穏やかなので、そうですね、サイトフィッシングできたら素敵かなと。サイトフィッシングと、そうですね、表層のパターンで、でかいバス狙って記録狙えたらいいかなと思って頑張りましょう。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。さあさあ出発ですね。今日最初から偏光グラスをかけて見えるように頑張ります。素敵な着水だよね、あれ。静かな桟橋の下からスーッと出てきてバーッと来ればいいのにね。もっと近づけた方がいいかな。あの足側の方に、足側の方ね、こっちじゃなくてね、2個目のね。はいはい、あ、しまった、失敗した。一発目でここに決まればいいね。全然フライフィッシングじゃないけどね。もうダメかね。なんか養殖のマスみたいに吐き出すのが早かった。反応してるけどね。多分反応してるんで、一回上落としてからもう一回沈めた方がいい。進行方向の方向。ルアー変えればするか。グリマーのように。ダメ？ルアーの種類を変えるのか。変えてみようか。ちょっと影難しいやつばっかだろ。一瞬反応するね。そうですね、ルアーかな。ちょっとこれバス釣りじゃないね、これね。なんかカサゴ釣りかなんかの。お、食った。カサゴ釣りで食ったよ。いや、網いらないやこれ。手で取ります。とりあえずこれで坊主逃れができましたね。でもこういうバスでかいんだね。でかいっす。おい、はい、取りました。フライで、フライで。こういうバスこれ40近いじゃんね。すごい。
返しまで刺さってないのか。そんな感じで、まあこれで放流バスっていうんですから、みんな夢中になる気持ちは分かりますね。いいですね。はい、ありがとう。スコープやってたら、バニーのねえ、すいませんね。はい、分かんない今ボワンって、もうね、あなたが言うフィッティング率がいいやつ。うわ、でかいかな、なんかちょっとでかそうじゃない、いいサイズだよ、でかそう。おおお、おお、潜るね。しかし12ポンドの出来ではない。すごい、でかいんじゃないですか。うん、でかいと思う。結構低いぞ。あ、跳ねるよ。あ、そうでもない、こないだのやつより低いよ。引きますよね。うん、引いてる。どこで取ろうか、角度的には。もう弱ってきたよ。あ、でかいね。でかい、でかい。あ、でも50ないか。ある、また50ないとか言って検証して。じゃあ行きますよ。お、よく引いたな。おいおい、やりました。えー、この辺のよりでかいか。おー、釣れちゃいました、いきなり。でかいバス釣れちゃいました。よ、すげえ引いたね、こいつ。元気ですか。うん、元気、元気だった。釣れました。さすがです。2匹目の表層フィッシュ、山チャンピオン丸での、ご乗馬でございます。あ、モアンってね、今、食ったのがバコンって出ないで、そうそう、モアンってフライが消えただけですね。あんだけ加えてるんだね。そうなんですね。即合わせしなくていいってことよね。はい。はい、ありがとうございます。引き続き最後までご覧ください。これから釣れちゃうかな。誰もライバルも全然いないし。あと2時間あるから、なんとかなんだろう。もう一回やったら、あ、出た出た出た、ルアー入れた、出た、出ました、出た、今見てなかった。ルアー入れた、めっちゃ食ってた。バスとかバス、めっちゃバスです。完全でかい、でかい、でかい、まあ多分でも50いかないぐらいだと思う今のは。いるじゃん、今下向いてた。多分カメラに出たんじゃない。俺のカメラ入ってるから、多分すごい持ってったんで。ライン持ってった、ラインっていうかもう顔がもう見えて、うん、ルアー引き込んだら見えた。じゃあちょっとこれに、もうちょっとこれにしようか。出ませんね。深いところに。おお。中の溶岩の方行きます。あっち？はい。はい。
エンジンかける？いや、エレキのまま。エレキで、はい。その位置ですよね。ちょうど深くなってるところ。さっきそんな感じで釣れてましたもん。うん。お、出た。出た出た出た。おお、びっくりした。来てたよ、また。回収しようと思ったの。そうですよね。はい、やっててよかったね。やっててよかった。ちょっと起き出していいですか？でかいですよね。エンジンには気をつけて、エンジンがやばいね。でかい。さっきのよりでかいよ。でかいっすね。しかもお腹もすげえついてる。いや、これでかいぞ。マジででかい。買いました。53ぐらいはいってる。社長52ぐらいあるから、ね。ありそうな感じですよね。見てこれ。奥山若杉ぐらいです。はい。出ました。ちょっと打ってこうかなってね。何回も分けた後だもんね。君いいとこ刺さってるよこれ。ほら、ほんとだ。あ、ポロッと取れた。これです。これ奥山ひっくりワカサギ。でかい。腹もプリツポーンですね。完全な。一回見つけようか。というわけで最初の希望通りでっかいバスが2匹釣れました。ガイドの天野裕太さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。面白かったですね。いや、本当です。一つだけ不満を言えば、はい、あのでっかいバスがズバッと出た瞬間、私は下を向いて見てる。それだけでしょうか。いいね、すごいバイト。いいね。次はじゃあもっと大きいやつをですね、頑張りたいと思います。まあ、また来ますから、引き続きよろしくお願いします。天野裕太さんのガイドの案内はアマちゃんバスフィッシングで検索してください。それではまた水辺でお会いしましょう。できればチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。今回もご視聴ありがとうございました。浜田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。